はい、どうも皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。藤原の山影でございます。ということでね、今回シャッタースピードと絵の関係ということでお話ししていこうと思います。まあ今回ですね、純粋芸術作品的な文脈で写真についてお話ししますと、まあ、ディスクレーマーにね、書いてると思いますが、言い換えますとプロカメラマン的な商業スポーツ報道ポトレ、三脚立った風景、などの目線ではないということですね。要するにブレブレでもいいし、芸術的価値が高ければ、なんていうんですかね、ちょっと解像度が低くても良いと、そういった文脈でのシャッタースピードと絵の関係、積極的に絵を作っていくみたいな感じですね。で、真面目に撮るのが目的の場合はですね、ブラウザバックして他の人の動画を、ご覧くださいということでね、バン・サダヨシさんとかね、おすすめでございます。申し訳ない、私みたいな弱小なものがね、そんなこと言うのは申し訳ないのですが、バン・サダヨシさんとかね、おすすめでございます。で、下にね、小さい文字で書いています。てか、見るまでもない気もします。一言で言うと、真面目に撮る場合は125分の1とか250分の1とかを目安に明るさはもう ISO で稼いじゃってください。特に真面目に撮ってブラしたくないって場合はね、以上です。超簡単でしょと書いておりますが、まあ、それだけです。で、私はカメラマンではなく、芸学専攻の美大生ということでね、カメラマンではありませんということだけ、一番最初に言っておきたいと思います。で、1枚目ですね、シャッタースピード長い方から順番に言っていこうと思うんですが、まずは10秒ですね。これ10分の1ではなく10秒です。赤坂の夜景でございますけれども、ブレてないバージョンもあったんですけれども、これ意図的にブラした方が面白かったというものでございます。で、写真作品としての視点ですね。先ほど言いましたが、写真作品ですから、商業写真としての視点ではありません。で、広角でもね、車の軌跡っていうのは10秒あればこのくらい出るということですね。次、2秒一気に短くなりましたが2秒です。これは定常光1本をですね、2秒の間にレフ板で揺らしたんだと思いますけれども、もしかしたら定常光自体も少し揺らしたかもしれませんが、いろいろバージョンとってこれが良かったバージョンです。で、本来であればフラッシュを何灯か立てたりするんですけれども、まあもともとフラッシュより定常光が好きだっていうのと、あと、まあフラッシュ何本か立てる場合、例えば対象から正面を90度とした場合に、45度、90度に2本立てた場合、45から90の間が埋まらないんですよね。ですから要するに、まあ、滑らかにならないっていう可能性があるので、私はやっぱり定常光を揺らすっていうのが好きですし、もしフラッシュを焚くのであれば、まあ一灯でそれを後から合成するとかね、まあいろいろ方法あるんですけど、そっちの方が好きな場合もあります。次ですね、これは定常光ではなく、定常光というか、まあ定常なんですけど自然光ですね、人工ではなく自然光、茶室で撮ったものでございますけれども、ラクジャワン、黒いラクジャワンでございます。ですね、まあ 1.2 秒ということで全然ノイズとか乗ってないんですけれども、気をつけてほしいのがですね、現代デジタル機の場合ですね、1分ぐらいからですね、時間的なノイズが出ることがあります。しかしですね、もちろん感度を上げるよりかは低感度で長秒録音した方が基本的には低ノイズということでね、物撮りなどする場合は、でこういう風にイーブンなライティングね、色とかもこう引き出したい場合は少し長めに撮ってあげると良いと思います。でこれ1秒ですね、写真的にはちょっと色かぶりしてる感じがして良くないんですけれども、日が暮れた直後のトロントでございます。1秒なんですけれども、下の方細かくてもね、波紋は消えません。で、消えるのはだいたい最低でも10秒ぐらいでしょうかね。こんな感じです。で、こっからがですね、ストリートフォトグラフィー的になってきますけれども、 0.5 秒、まあ、2分の1秒なんですけれども、大船ぼこ手持ちでは無理ですね。これ三脚一応使って、ここまでは三脚使っていいところなんですけども、これ前の方入っていくとねダメですからね、皆さん本当に注意していただきたいんですけども、手持ちでは無理です。まあオリンパスではいけると思いますが、普通に考えたら手持ちは無理です。で、2分の1秒、で人はこのくらいボケますね。なんか歩いてる人なんかよくわからない感じになってしまいますが、立ち止まってる人はまあ止まりますね。特に広角なんで、これはいい感じです。で、歩いてる人はまあ概念的って感じですかね。一応いることはわかるって感じです。で、次、これは4分の1秒ギターのヘッドで、録音中に焦点距離を変更しています。まあこれはおふざけですね。で、5分の1秒、これ和菓子ボタンでございますけれども、これも茶室でね、多分自然光なんですけれども、まあ、先ほども申し上げましたが、お菓子なんか長く録音した方が内部反射とか色がですね、よく映る、かっこ気がするという感じですね。
で次がトロントの地下鉄 TTC というやつでございますけれども、8分の1秒近くの歩行者は超現実的にブレますね。なんか現実の世界というよりかはなんかこうファンタジー的なね、写真ならではのこう滑舌悪いですけれども表現になると思います。で遠くの歩行者ですね、あの向こう側のプラットフォームの歩行者ですね、同じ速度でもちろん歩いてるんですけれども、まあブレ方がね違うっていうのがよくわかると思います。手ブレ補正なしではね、手持ちきついんですけれども、連写であればいけると思います。であとまあ、現代レンズで手ブレ補正が入ってるというのであれば、まあ8分の1ぐらいならね、まあ止まると思います、場合によっては。で次、これは10分の1なんですけれども、これ手ブレ補正なしの 75mm というか 50mm を、APS-C につけてるので 75mm ということになるんですけれども、10分の1手持ちで一応止まります。新京極、京都の、新京極というところですね。画面上大きな人間っていうのは、程よくボケてくれます。で近くの人と遠くの人、これ2人写ってると思うんですけど、もちろん同じくらいの速度で歩いてるんですけれども、画面上に占める割合によってですね、どのくらい大きくボケるかっていうのが、まあ、先ほどのこの例でも分かったと思いますが、こちらだともうちょっと、中望遠でですね、どんな感じの変化が出るのかっていうのが分かると思います。で次、同じくですね、まあ新京極なんですけれども、全く同じ設定ですね、75mm で10分の1、レンズも全く同じだったと思います。っていうか、その日ですね、もちろんブレブレなんですけれども、これは歩きながら撮ったんでブレブレなんですけれども、意図的に使うとですね、こんな感じの面白い絵も撮れますよということで、紹介しておきます。で、まあ10分の1だったね、手ブレ補正なしだと、こう、スローシャッター得意な私でもまあ半々ぐらいって感じですかね。で次、これも10、あ、これもじゃないですね。こっから15分の1です。15分の1っていうのがね、私一番好きなシャッタースピードなんでございますけれども、これは 24mmOIS 付きの現代レンズです。15分の1ぐらいになってくるとですね、特に手ブレ補正 OIS ですね、まあ、OIS 以外の呼び方してるメーカーもあると思いますけれども、ついてさえいればですね、まあ、引き伸ばしたりするとダメな場合もありますが、商業的にも使える程度には止まります。で、まあ、ついてなくてもですね、特に広角であればしっかりホールドしさえすればですね、半分以上絶対止まるっていう、半分以上絶対っていう言い方おかしいですけれども止まると思います。で次も同じ感じですね。15分の1、15分の1、15分の1、画角それぞれちょっと違いますけれども、これも手持ちなんですね。で止まってるものはしっかり止まってですね、動いてるものは、例えばこれとかも面白いんですけれども、人がですね、立ち止まってる人、ゆっくり歩いてる人で、早歩きしてる人っていうのがそれぞれ違うスピードでね、見えると思うんですけれども、そういった感じでですね、止まってるものは止まって、動きものはその速度に応じてブレるという感じがあります。で夜砂的にはですね、光量も稼げるし、歩きながらではブレブレの表現も両方できるという自由度の高い、速度域だと思います。でここから20分の1、まあほぼ誤差みたいなもんです。15分の1みたいなもんですが、 75mm の補正なし、手ブレ補正なしでも大丈夫ですね。で、振ってる足ですねはブレてて、ついてる足は止まるという感じです。でこれも20分の1手ブレ補正ありですね。で人間や物の速度差っていうのがですね、手と足となんかこう腕と、いろんなもののですね、速度差っていうのがですね、画面上に如実に現れていると思います。25分の1自転車はこの感じです。でこれは30分の1ですね。補正なしのレンズで、まあ、一応止まってますが、まあ、別に止めるのが目標じゃないんでね、特に純粋芸術的に写真を見たら別に止まってるからいいっていうわけでもないんで、まあ、人によってはブレるかもしれませんが、これも表現的にはこんな感じになります。雪がねちょっと線状になってるのがわかると思います。これも30分の1、でこれね拡大すると少しブレてるんですけれども、まあ、私もですね、ライブ感を大切にして撮るとですね、もちろんブレるんですけど、まあそれがいいんですよねって感じです。でこれ日本橋ですね、30分の1で、実は焦点距離ね、これかなり長いんですよ。110ミリなんですけれども、まあ、ちゃんと持てばね止まります。あ、105ミリだったと思いますけども、どっちでしたかね。もしかしたらあの、ズームレンズだったかもしれませんで、110ミリになってるのかもしれませんが、まあ、ちゃんと持てば止まります。普通はですね、焦点距離分の1秒、とか言われますけれども、
個人的にはですね、その2倍から3倍ぐらいは長くいけるんじゃないかと思っております。でこれはトロントですね。またこれもトロント同じような場所、フロントストリートというところなんですけれども、50分の1秒、っていうのは人によっては結構大切なシャッタースピードで、映画のシャッタースピード、シャッター開角180度、だった場合の近似値なんですよね。厳密にはまあ、秒間24コマで、その半分ですから、48分の1だと思うんですけれども、まあ、よくね、映画のコマっていうのがね、コマというか一コマなんかシルキーなブレを持ってるなんて言われたりもしますけれども、一枚絵でも、まあ、てか写真でもですね、このシルキーなブレっていうのはわかるかなと、まあ、映画とか好きな方はいいんじゃないかと思います。でこれは補正なしの50ミリですね、歩きながらなんですけれども、こういった感じでブレてくれていい感じだと思います。でも50分の1、前半の方に見せたねお菓子の作例と似たような感じなんですけれども、長秒の方がね、やはり色とかナイブ反射がよく映る気がしますよね。繊細な物撮りですね、こういうお菓子みたいなものでは色が少し薄く悪くなる印象があります。でこれでも、50ミリですね。とはいえですね、手持ちのスナップ領域ですね、ではですね、ブレないけど、リッチ、会長がリッチに出てね、使いやすいと思います。もちろん感度が低くなるからっていうのもあるんですけども、それも含めてね、三角関係でのシャッタースピードですから。でここからが一般的に汎用的なシャッタースピードと、思います。まあ、個人的には15分の1ですけれども、まあ次の写真のようにですね、こういうふうに50分の1でもこういう表現もできますので、ちゃんと止めたいは止められる、物撮りもまあできなくはない、でこう動かしたい時は動かせるって感じですね。これは60分の1ですが、まあこういう感じでちょっとだけ歩いてる人がブレるみたいな表現もできるので、いい感じだと思います。でテレビのシャッタースピードは60って感じですね。さっきこれ50分の1をまあフィルムだとすれば、こっちはテレビですね。まあ、個人的にはつまらんとしか思いませんけどね、この60分の1っていうのは。うん。まあ、しょうがないから使うって感じですかね。うん。これ80分の1、お茶のですね、泡を少しブラシで柔らかくしてみたって感じですけど、水物はね、80分の1でもかなり遅い部類に入ります。だいたい800とか500分の1ぐらいで水がちょうど動きつつも止まるみたいな感じですね。その分岐点です。で80分の1後ろのタクシー見てほしいんですけれども、少しブレています。で125分の1、まあ、冒頭にも言いましたが、ここら辺からですね、真面目なシャッタースピードとなってきてですね、商業フォトグラファーとかも使うと思うんですけれども、人がですね振り上げている騎馬隊なんですけど、カナダのね、振り上げている手の先が少しブレていると思うんですけれども、ダンスとかですね、比較的速い動きをしている人間を撮る際も、静と動のコントラストがですね、程よく出ると思います。これもそうですね。で125分の1雪なんかはですね、少し線を引いております。完全な丸とかその雪の形ではなく、まあ、ボケてるから大きく映ってるっていうのもありますが、やはり線のように映ってるの分かると思います。でここら辺からですね、補正なしの 300mm でも使えるって感じですね。多分この写真は150mm ぐらいですかね。 100mm のレンズを APS-C につけたので150ぐらいで撮ったと思いますが、もうちょっと長かったかもしれません。普通に 300mm ぐらいでも野鳥撮影に使えなくないです。まあ野鳥自体の速さが問題はありますけれども、125分の1で手ブレということに関しては止まることが多いですね。で250分の1、で乗り物系はもちろんブレます。でこれは新幹線で、次が阪急なんですけども、250分の1だとこのくらいはブレます。でもブレブレという感じではないですね。で500分の1ぐらいからですね、上はですね基本的にそんなに変わらないんですね、写りがね。スポーツなどはもちろん別の話なんですけれども、それは他の人の動画を見ていただきたいと思います。1000分の1ですね、つまらないですね、本当に明るすぎて便宜上使うようなスピードですね、個人的には。2000分の1、これは補正なしの 400mm なんですけれども、まあ、絶対に止まりますね。で2000分の1、水物はこのくらいになってくるとぴったり止まります。あて先ほど言ってたんですけど、ちょっと作例がね今ね用意できてないんですけれども、波、をですね葛飾北斎的にですね動かしながらも止めるっていう感じですね。微妙に動いてるけど止まるっていう表現をするためには800分の1とかね500分の1あたりがですね非常に美味しいシャッタースピードとなっております。
これもそうですね、ほぼぴったり止まっております。で、古いカメラでですね、この2000分の1が最高スピードのことも多いんですけれども、まあこれ以上はほぼ写りに変化がないと言っても過言ではないってことですね。まあもう重ねて申し上げますが、スポーツとか鳥とかはまた別の場合がございます。で、これ旗とかですね、きっちり止まってます。で、まあ鳥の場合はですね、個人的にも僕でもね、いくらスローシャッターが好きだと言っても可能な限り早くしますにはね、ちょっとぐらい感度上げてもって感じです。で、例外補足ということで、一番最後にちょっとディスクレイマー的なの入れておきますけれども、波を撮る場合はこの限りではないという感じですね。まあ、500から800ぐらいが葛飾北斎的で美しいと思います。で、波紋を消したり水面を滑らかにする場合はもう10秒以上ですね、基本です。で、人を消す場合、こんなのはね、本当にもう1分とかやっても足りない場合もあると思います。立ち止まってる人とかがいたらね、消えませんからね、どうしても。で、動き物を撮る場合、これはですね、私以外の YouTuber の方見ていただいた方が良いと思います。で、もっと真面目に物撮りする場合、これはですね、もうシャッタースピードというか、こう合成する場合とかもありますので、最近はまあ話が別になってきます。で、照明を中心に構成する場合、私はですね、定常光好きなんですけれども、フラッシュとかですね、ストロボとかですね、使いたい人の場合は全く別の話になってきます。もうシャッタースピードはそのままで絞りで明るさ調節するみたいになりますんでね。で、あと夜景のスローシャッターを真面目に撮る場合、これもですね、今回は触れておりませんが、まあそんな感じです。それではですね、皆様ご視聴くださいまして誠にありがとうございました。またね、質問とかね、ありましたら、何でもですね、気軽に、コメントでお教えいただけると、お答えできるかもしれません。ということでですね、藤原の山かけでした。